地獄の神だった。お前の母ちゃんが鬼に疲れた理由がなんとなく分かった気がする。はい、ごめんくださいね。急に入ってしまって平気でしょうか。なんで？いいよ、気を使わなくて。いや、お母様の身だしなみなど。だから意識すんなって。お母さん、ただい…縁がなかったということで。今のお母さんじゃねえよ。愛人の件はもういいから。慎太郎が見たのってあれ？わかんない。手くらいしか見たことなくて。オッケー、見てろよ慎太郎。俺今からめっちゃ僧侶っぽいことする。お札かっこいい、かっこいい。そういうのが見たかったんだよな。開けるぞ、せーの、悪霊退散。あれ何も起きない。ごめん、これレシートだわ。何笑ってんだ、ポケきれいにしとけ。間違えた。あららら、いっぱいいる。お邪魔しまーす。なんでこんなに暗いの。地獄の入り口が開いちまってるせいだ。お前が見えるようになったのはこの空気に触れたから。母ちゃん相当でかい罪悪感抱えてんな。母さんは何に対してそんな。お母さん。慎太郎、母ちゃんの声よく聞いとけよ。聞かせてもらおうか。あんたの懺悔。不甲斐ない母親でごめんなさい、慎太郎。お父さんが亡くなってから普通の子より辛い生き方をさせてしまって、私が周りから何か言われるのはどうでもよかった。慎太郎くんの家はシングルらしいわ。あら、道理で若いと思ったわ。お母さん水商売してるんでしょ。教科書代、給食費。ああ、慎太郎の好きな本くらいなんとか。やだ、教育によろしくないわ。この怪我どうしたの。でもあなた、いじめられてずっと我慢してたんでしょ。大げさだよ、転んだだけだから。慎太郎ちゃんと教えて。この教科書にランドセル。あなた学校で何されてるの。それなのに教科書汚しちゃってごめんね、はしゃぎすぎた。でも見て、この前買ってくれた本は綺麗だよ。俺、これが一番大事だから。どうして痛いって泣いてくれないの。お母さんのせいだって言ってくれないの。賢くて優しいあなたに私が甘えてばっかりで、全部私のせい。私がお母さんだからいけないの。だってよ慎太郎、この懺悔が鬼を呼んだ原因だ。母ちゃん情けなくって申し訳ないってよ。どう思う。勝手に一人で申し訳ないとか思わないでよ。いじめられてないし、ただの喧嘩だ。そりゃ人数はあっちの方が多いけど、確かにゲーム持ってないのバカにされるけど、いらないんだ。お母さんがいれば何もいらない。いいやつじゃねえか、あんたの息子は。大違いだ、俺のガキの頃とは。お坊さん。俺もこんな風に素直になれてたら。カンタ、今何時だと思っているんですか。またそんなに傷をこしらえて。喧嘩はやめなさいと何度お願いしたことか。どうしてもっと自分を大切にしてくれないのですか。へえ、お坊様は言うことがちげえな。坊主だからではなく、あなたの父親だから言ってるんです。よく言うもんだ。漢字を間違えても計算を間違えても、何かすれば必ずあいつは捨て子だからって言われてきた。あんたに俺
俺の気持ちがわかるかよ。なんで俺を拾ったりなんかしたんだ。いっそ拾われずに死んでいた方が楽だった。あ、ごめんなさい、カンタ。私は、なんてことを。あんたのこと父親だと思ったことなんて一度も、ねえ。あ、これ、絶対言っちゃダメなことだ。お坊さん、今から別の鬼を呼ぶ。普段法力で抑え込んでるそいつをこの化け物にぶつける。俺にもついてんだ、罪悪感の鬼が。来い、地獄の鬼雲。しょうもないクソガキですいません。全部俺がバカだったせいだ。足、言っちゃいけないことを口にした。泣いてる。それら全てを今懺悔します。こうやって他の鬼を食ってくれるんだ。よっぽど目をつけた俺の罪悪感を横取りされたくないらしい。けどもうしまいだ。帰れ。お前にやる餌はもうここにはない。俺の罪は誰にもやらない。一生背負って生きていくんだ。わかった。母ちゃんに悪いもんついた原因払ったけど、払わって話す時間作んねえとまたつくぞ。お前がしっかりすぎなんだよ。ガキらしくゲームでも欲しいって言っとけ。お坊さんと足して2で割れたらいいのに。よこもしいわ、調子乗んな。俺思ったんだけどさ、謝られるってあんまり気持ちよくない。お坊さん泣いてたでしょ。それって多分向こうは気持ちよくない、後悔してるって。お坊さんの大事だった人もきっと分かってる。だからもし言うならありがとうの方が絶対いいよ。お母さんを助けてくれてありがとう。大したガキだな、坊主に説法を垂れるなんて。けどこちらこそ、うん、ありがとう。母ちゃん大事にしろよ。バイバイ。あ、いつの間にお金置いていっちゃった。なあに、あなた急にバッグ買ってくれるなんて。いいんだ、いつもありがとう。あんなのもらったら罪悪感の鬼がついちまうよ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。